レナってさ、俺と同い年だったよな。うん、そうだよ。エトも同じだよね。そんなことないよ。誕生日の違いがあれば、年齢が同じでもエトが違うこともありえるって。あれ、あ、そうか。ミオ、頭いいじゃないか。ところで、ケイチ君は何月生まれなのかな。レナは7月なんだよ。だが諦めろ。俺に誕生日で挑もうったって無駄なことだ。なんならどっちが年上か罰ゲーム付きで勝負してもいいぜ。ってことはケイちゃん、ひょっとして4月生まれ？そういうこったな。残念だな、レナ。俺、もうとっくにレナより年上なんだよ。へえ、そうなんだ。じゃあ、みーちゃんと同い年なんだね。まあ、ほんの何ヶ月かはね。すぐにまた差を開いてあげるけどさ。そういえば、ミオンって上級生なんだよな。下級生の方が燃えるってんなら、今日から下級生ってことでもいいけど。ミーちゃん、よくわかんないこと言ってる。で、サトコとリカちゃんが下級生と、どころか学校が違うくらいの下級生だよな。ケイチ君はちょっと好みの年齢が低すぎると思うな、思うな。はぁー、やめてー。前から思ってたんだけどさ、なんでこの学校ってクラスが学年混在なんだ？教室の数が足りないからだよ。仕方ないじゃん。営林署の建物を間借りしてんだからさ。なんで借りてるんだよ。本当の学校はどうしちゃったんだよ。戦前からずっと建ってたらしいからね。老朽化でね、廃校ってわけよ。まあそれで生徒は町の学校に通うことになったんだけどさ、遠いでしょ。どこの学校だったの？沖ノ宮の駅前通りを抜けて病院に曲がって小児科の向かいに学校あるの分かる？わけでさ、沖ノ宮の学校に通いたくない連中はこうして営林署の建物を間借りした仮校舎に通ってるってわけさ。ひなみ沢の子供の半分くらいかな。朝早くに自転車で通ってる子たちも結構いるよ。まあこんなはちゃめちゃな学校に通ってたら進学校とかはちょっと無理だろうからね。そんなことないよ、みーちゃん。ちゃんと頑張ればどこでだってお勉強はできるよ。お、そうだぞそうだぞ。レナとは意見が一致したな。うん、そうだねそうだね。頑張ろう。せいぜい頑張ってくださいな。おじさんはささやかに応援しとりますわ。俺たちがじゃないぞ、ミオンがだぞ。お前受験生だろ。こんな成績じゃお先真っ暗だぞ。
路頭に迷ったら永久就職してケイちゃんに食わせてもらうから。永久就職ってなんだろう、なんだろう。こらそこ、うるさいですよ。自習は静かに。暑いでございますわね。ケイチさんはワイシャツ一枚で涼しそうですわね。うらやましいですわ。俺から見りゃスカートのサトコの方が涼しそうだよ。この時期のズボンがどれだけ暑いか女のお前にはわかるまい。あ、暑いって、はあ、レナの夏服は涼しそうな色合いがいいよな。見てるこっちも涼しくなる。ありがとう。本当に涼しいんだよ。私もレナさんみたいな涼しい夏服が良かったですわね。でもさとこちゃんの夏服ワンピースですっごい可愛いし、レナはさとこちゃんの夏服着てみたいな。これ結構蒸しますわよ。絶対にレナさんの方が涼しいですわ。でも可愛い服の方がきっと楽しいよ。はう。そういえばこの学校って指定の制服とかないんだよな。うん、ないよ。ふさわしい服であれば私服でも大丈夫なんだよ。他の連中が着てる制服は何なんだよ。みんなお揃いだよな。あれは町の学校の制服なんですのよ。別に決まってるわけじゃないですけど、みんな着てますわね。そこへ行くと、俺らの仲間はみんないろいろな制服を着てるよな。わざわざどこかから取り寄せたのか。ええ、ミオンさんが調達してくださいますの。みーちゃんの親類で古着商をやってる人がいて、全国の学校の服を格安で仕入れてるんだって。で、その親類に頼んでいろいろ個性的な制服を取り寄せてもらってるわけか。それはレナも思うよ。他にも体操服とかスクール水着のフルとかも扱ってるの。そういうののフルはちょっと嫌だよね。あんまり儲かってなさそうな商売だな。きっと少しでも儲けさせるためにミオンが一肌脱いでやってるんだろうな。でもいつもミオンさんが自信満々に言いますのよ。今にきっと大ブレイクしてすごい商売になるって。